ないか、慎重に検討すべきだという考えを示しました。社民党の調査団は明日、普天間基地や日米の合意でその移設先としている名護市のキャンプシュアブ沿岸地域などを視察することにしています。自民党の谷垣総裁は札幌市で講演し、デフレと急激な円高による景気の悪化が懸念されるとして、日本政府が国際会議の速やかな開催を呼びかけて、国際社会が連携して対応すべきだという考えを示しました。コロナ禍で谷垣総裁は物価の下落が続くデフレと急激な円高について次のように述べました。見守っているというだけでいいのかなと、やっぱり大きな対処方針を立ててビシッビシッと進んでいかなきゃいけないんじゃないかと、国民の一人として考えると、おいおいもうちょっとちゃんとやってくれよなと、うまくやってくれよなと、まあ、こういう気持ちにもなるわけであります。谷垣総裁はこのように述べた上、今年度の補正予算の見直しで執行を停止したおよそ3兆円をすぐに執行した方がいいと述べました。その上で谷垣総裁は次のように述べました。やっぱり国際社会の連携というものがこの問題には必要でございます。やっぱりこれは直ちにですね、まあ、G7 なのか G20 なのか、円がどっぽ高になっている状況の中では、日本当局がですね、諸外国に向かって一度ここはきちっともう一回共同歩調を取って対応を打ち出す、そういう呼びかけをされるぐらいのことは直ちにおやりになって、まあ、叱るべきではないかと、まあ、私は考えているわけでございます。また谷垣氏は鳩山総理大臣の政治資金問題などについて次のように述べました。これね、45分党首討論だけでやれって言ってもなかなか難しいんですね。やっぱり予算委員会の集中審議とか、あるいは参議院の総括等でこういうのをきちっとおやりにならなきゃ私はいけないと思いますよ。だから私はあえて挑発的に申し上げれば、鳩山さん逃げるなよなと、まあ、こういう気持ちで、要はこういうその堂々とした論議をきちっと受けてほしい、堂々とした論議をするための時間をきちっと取ってもらわなきゃ困る。ロシアの首都モスクワから第二の都市サンクトペテルブルクへ向かっていた急行列車が脱線して、これまでに25人が死亡し、最高検察庁は爆発物を使ったテロの疑いがあるとして捜査に乗り出しました。脱線したのはサンクトペテルブルク行きの13両編成の急行列車ネフスキーエキスプレスで、モスクワを発車してからおよそ2時間後の27日夜、日本時間の今日未明、北西部のトベリ州を走行中に後ろの3両が脱線しました。現場はノブゴロド州との境界に近い森林地帯で、ロシア非常事態省によりますと、これまでに25人が死亡し96人が怪我をしているということです。現場の線路脇では直径1メートルほどの穴が見つかったほか、列車の乗客は脱線の直前に爆発のような音を聞いたと話しています。このためロシア最高検察庁は爆発物を使ったテロの疑いがあるとして捜査に乗り出しました。またメドベージェフ大統領は映像を通じた会議を行って、担当の閣僚から最新状況の報告を受けるとともに、原因の徹底解明に取り組むよう指示しました。列車にはおよそ660人の乗客が乗っていましたが、モスクワの日本大使館が確認したところ、乗客名簿の中に日本人と見られる名前はないということです。ロシアの鉄道省では、2004年2月、モスクワの地下鉄の車内で乗客が身につけていた爆弾を爆発させて、通勤客ら40人が死亡したほか、おととし8月には今回脱線したものと同じ急行列車ネフスキーエキスプレスが、今回の現場からおよそ100キロサンクトペテルブルク寄りの地点で線路が爆破されて一部の車両が脱線し、およそ60人が怪我をしました。ロシアの治安機関はいずれも
ロシア南部チェチェンのイスラム過激派の武装グループが起こしたテロ事件とみて捜査し、おととしの急行列車の事件では犯行グループのメンバーを逮捕起訴しました。ロシア南部では依然としてチェチェンの周辺で軍や警察を狙った自爆テロや銃撃などが相次いでいますが、モスクワなどで鉄道などを狙った大規模なテロ事件はおととし以降起きていませんでした。安全保障に関する情報などを集める政府の情報収集衛星は今日午前 H2A ロケット16号機で鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。衛星は予定通り分離され打ち上げは成功しました。情報収集衛星を載せた H2A ロケット16号機は今日午前10時21分打ち上げられました。情報収集衛星は安全保障に関する情報などを独自に集めるために開発された事実上の偵察衛星で、11年前北朝鮮が弾道ミサイルテポドンを発射したことをきっかけに政府が導入しました。今回打ち上げられたのは現在運用されている3機の情報収集衛星のうち設計上の寿命を迎えた1機の後継機になります。高性能カメラで地上の様子を撮影し、数百キロの上空から地上の60センチの物体を識別できると見られています。打ち上げ後の記者会見で滝野欣也内閣官房副長官は、今回の成功を機に日本の情報収集力がより一層強化できるものと考えていると述べ、打ち上げの意義を強調しました。高速道路料金の大幅割引の影響による利用者の減少を食い止めようと、熊本市と長崎県島原市を結ぶフェリーが車での利用客を対象に土日と祝日の料金を半額にするキャンペーンを始めました。熊本市と長崎県島原市を結ぶ旧称フェリーは高速道路の料金の大幅割引の影響で利用者が減り、土日と祝日の収益が前の年に比べて2割ほど落ち込んでいます。このため車での利用客を対象に今日から土日と祝日の料金を半額にする割引サービスを始めました。車でフェリーを利用した場合の通常料金は車の大きさによって片道2250円から4500円となっていますが、来年1月下旬までは土日と祝日は半額になります。家族で長崎へ向かうという熊本市の男性です。あんまり乗らないんですけど、まあ、やっぱ今回半額だということで、まあ、車よりも楽ですし、まあ、ゆっくりみんな家族団らんで喋れるんでですね、いいかなと思います。旧称フェリーの前田康彦常務取締役です。4月以降については